おはようございます。クロエヌです。今日なんですけども、僕ね、やってるアプリがあるんですよ、携帯に。まあそれは何かというとね、まあ自分もっと結構サッカー興味あって、サッカーもしてたんで、一つだけめちゃくちゃやってるアプリがあるんですよ。それがウイニングイレブンなんですよ。それも携帯のアプリで、そのプレイステーション4とかやりたいんですけど、持ってないんで、携帯で頑張ってます。で、最近ね、アップデートが来て、メンテナンスが長いんですよ。唯一やってるアプリやのに開かれへんから、なんかめちゃくちゃ、逆に楽しみなんですけど、なんかもう、携帯開いた瞬間開いてまうようなアプリなんで、僕にとっては。めちゃくちゃ面白いんですけど、多分今日の5時ぐらいには行けると思うんですけど、めちゃくちゃ楽しみです。皆さんはどうですか？他やってるアプリとかありますかね？なんか面白いアプリあったらほんまに教えてほしいんですけど、なんか、ウイネの実況とかしてみたいですよね。ゲーム系の実況もしてみたいな思ってるんですけど、やっていけたらなと思って。そう、ウイニングイレブンって、なんか、今回のアップデートで、まあ、操作も全然違うみたいな、噂によるとね。いや、その操作ボタンとかは一緒なんですけど、その、ちょっとパスの威力が、とかみたいな、威力がちょっと違ったりみたいな。フリーキックがなんか難しくなってるらしいんで、余計楽しみですね。それもなんか、いろいろな選手が、その、能力値が上がったり下がったりしてて、もうすごくそれも見るのが楽しみですね。自分、まあ、課金はしない派なんで、そのしたらもう、それは手に入るじゃないですか、欲しい選手も。課金してまで、まあ、課金したらあかんってことはないんですけど、課金してやるより、その無課金で、運営からちょこちょこもらえるものでやった方が、なんか僕は楽しいかなと思って、その課金は一切してないです。けどなんか僕結構めちゃくちゃいい選手ばっか当たるんですよ。まあ、唯一持ってないのがね、リオネル・メッシなんですよ。なんかめちゃくちゃ欲しいんですけど、当たらないですね。メッシだけ。でもクリロナ・スアレスは2体ずつ当たってるんですよ。あ、ネイマールも当たったんですけど、もう、めちゃくちゃ最悪ですよ。いや、最悪じゃないですよ。いいんですけど、2体もいるみたいな感じですね。それも、なんか、レジェンドも増えるらしいんで、そこにもちょっと注目してみたいなと思ってます。なんかもう、ウイレの話になってるんですけど、まあ一応最近の話なんで、どうかな思って、話してみました。サッカー興味ない人でも、やっぱゲームやってみると、実際の試合見てみたいみたいな、なるかもしれないんで、結構、ゲームから入るのもいいかなと僕は思いますね。それもイケメンが多いんですよ、サッカー選手。どのスポーツもイケメンはいるんですけど、僕が思うに多分サッカーが一番多いんじゃないかなと思いますね。今めっちゃ血管出てる、やばい、なんでやろ。最近ね、ほんまに、ちょっと話変わるんですけど、めちゃくちゃ、もう昨日かも、おとついかも言ったと思うんですけど、眠気が止まんないんですよ。寝てるはずなのに。まず、大学行って、帰ってきて5時ぐらいに。それで5時から、用事があったら行って、何もなかったら、昼寝っていうかもう夕方寝して、8時ぐらいに起きて、8時か9時ぐらい起きて、ご飯まあ食べない時もあるんですけど、まあ食べる時は食べて、寝るのが11時とか、11時に寝て、起きるんが9時とかなんですけど、もうこんな寝てるはずなのに、めちゃくちゃ眠たいんですよ。そのなんか、その自分の友達に社会人がいて、話聞いてたら、僕の半分しか寝てないやつとかいるんですよ。言ったら僕の場合は、3時間プラス、
10時間なんで13時間、まあ14時間にしましょう。14時間寝てて、その半分なんで7時間でも十分じゃないですか。けどその半分寝たんですけど、ちょっと計算ミスりましたね。4分の1でした。もう3時間半とかしか寝てない人もいるんですよ、その社会人で寝れないみたいな。まあいろいろしててもあるんですけど、その自分のことを、まあいろいろあるんだなと思ってます。まあ、めっちゃ話変わってるんですけど、まあ、全然、まあ、日常会話なんで、まあ、雑談なんで、まあ、何でもいいかなと思って話してるんですけど、まあ、皆さんは6時間以上は寝てください。6時間は寝た方がいいと思います。僕も高校の時はまあ6時間ぐらいしか 寝れなくて、頑張っても部活行って、部活結構本気でやってたんで、部活やって帰ってきてほら行ってご飯食べて寝れるのが12時ぐらいで、12時間寝て6時に起きて6時半に家出てみたいな、そんな生活だったんで、結構まあ朝練とかあってきつかったんですけど、まあ、頑張りましたね。まあそれを乗り越えて今があるんで、その今がめちゃくちゃ楽しいです。もう大学はほんまに行った方がいい、僕はそう思います。行った方がいいっていうか、まあ楽しめるなら行った方がいいですね。でもすることないとかいう人はもう就職でも全然いいと思うんですけど、もっと楽しんでその社会に出たいっていう人はもう絶対大学行った方がいいと思います。普通に就職してしまうより、まあ、ちょっと4年間自由に過ごして自分で時間を、まあ、自分で時間を作れるっていうのはすごく大事だと思うんですよ。自分でその時間をなんか決めて過ごしていくみたいな、そのサイクルが多分大切だと思うんで、社会人になってもサイクルがあると思うんで、どうせ8時7時に起きて8時にはもう7時8時には家出てみたいな、9時には会社に着いてみたいなあると思うんで、そのサイクルは大事だと思うんで、その面に関しては絶対大学で4年間もあれば絶対身につくと思うんで、そういうのを心がけてやったらもう全然4年後社会人になっても全然耐えれると思うんで、僕はぜひ大学に行ってほしいなと思います。高校3年生の方、まあ、もし見てくれたら嬉しいんですけど、ほんまに大学は行った方がいいんですけど、でも大学選びも自分に合った大学じゃないとダメですよ。そのあんまり内気な子がそのめちゃくちゃ派手な大学行くより、大学行くいいんですよ。そのそこに行きたいのであれば行ったらいいんですけど、そのあ大学合ってなくて、僕の周りでも結構あれ前期おったのに後期おらへんっていう子が多いんですよ。多分僕みたいなのが30人ぐらいいるんで、やっぱあった大学を探すのはいっちゃん大事だと思いますね。 でもめちゃくちゃアゲアゲのやつって言ったらダメなんですけど、人はそのアゲアゲ系の大学行って、そのみんな引っ張ってみたいなした方が絶対ええと思います。自分自身も強くなるし、まあ、社会に出てからまあ結構まあ、また下になるんで結構厳しいかもしれないですけど、まあ、上を一回見ることで上の人の気持ちも分かると思うんで、やっぱそういうのも大切だなと思うんで、やっぱ大学は行った方がいいと思います。その部活とかでも学べると思うんですけど、高校の部活入ってない子らはやっぱその一回でも上下関係のあるものに入った方がいいと思います。社会に出る前に部活生はもう大体もう上下関係っていうのが あると思うんで、大体分かってると思うんですけど、たまに大学でも上下関係っていうのが分かってなくて、もう先輩に怒られたりしてる人もいるんで、やっぱ上下関係っていうのも大事なので、しっかり学ぶっていう部分でもやっぱ部活やってない人は何かで補った方がいいですね。まあバイトとかでもいいんですよ。バイトね、教えてもらったり、バイト多分最初怒られると思うんですけど、そこで上位関係を習ったりしてなったりしたらいいんじゃないかなと僕は思います。まあなんかこんな話になかなかしてしまったんですけど、まあ、どうですか。まあ今日は普通に雑談したんで普通にあげたいと思います。
まあ、今日はこのぐらいにしておきたいと思います。それでは、ぜひチャンネル登録、グッド、評価よろしくお願いします。